イネス・デ・カストロは、ポルトガル王・ペドロ一世の愛称、または王妃。その美しさから、白鷺の首と歌われた。ガリシア貴族、ペドロ・フェルナンデス・デ・カストロとアルドン・サスアレスの娘として生まれた。父は、カスティーリア王・ペドロ一世の愛称、フアナ・デ・カストロの親族であり、カスティーリア王族、フアン・マヌエルに仕えていた。その縁故で1340年に、 主家から即女コンスタンサがポルトガル王大使のもとへと継ぐ際、イネスは次助として腰入れに伴われた。イネスは火のコンスタンサマヌエルを差し置いて、ペドロ王子の調和を受け、カスティーリ王国との友好関係にひびが入った。イネスの周囲には、カスティーリからの亡命貴族やイネスの兄弟が、ペドロの友人や相談者という立場で集まっていたため、 ペドロの父アフォンソ4世はイネスを警戒するようになった。運の悪いことに、ペドロと父親の関係は悪化していた。1349年に、王太子妃コンスタンサ・マヌエルは死去した。アフォンソ4世は息子を再婚させようとしたが、ペドロはイネス以外と結婚するつもりはないと拒絶した。もしイネスが正式に妃となれば、王太子妃が残したフェルナンド王子が、ないがしろにされ、 イネスの産んだコラが工遇されるようになると王の獣神たちは王に中言した。王大使妃の死後、宮廷から追放されたイネスとペドロは別れていなかったのである。もはや移ってはないと考えたアフォンソ四世はイネスを処刑する要三人の貴族に命じた。イネスの処刑イネスはコインブラのサンタクララ修道院で捕らえられ王の前に引き出された。彼女は三人の子供たちを抱き、 この子たちは、陛下の孫ですから、どうぞ命だけはお助けください。と哀願した。アフォンソ王は、イネスの処刑を、一旦は思いとどまったが、貴族たちはイネスを生かしたままにする危険を訴えた。王は、お前たちの好きなようにせよ。とその場を立ち去り、イネスは1355年に斬首刑に処された。イネスの死を聞いたペドロは逆上し、不王に対して反乱を起こした。 母ベアトリス王妃の取りなしでペドロは父と和解したものの、イネスの復讐は禁じられた。ペドロは1357年に王位につくと、イネス・デカストロとは正式に結婚しており、彼女は王妃であると宣言した。ペドロはすでに葬られていたイネスの棺を掘り起こし、宮廷へ王妃の礼を持って運ばせ、真からに王妃の手に接吻し、忠誠を示すよう要求した。 イネスを殺害した三人の貴族はカスティーリへ逃亡していたが、ペドロは、老いのカスティーリアをペドロ一世に逮捕を依頼した。イネスは、改めてアルコバスサ修道院に葬られた。王と同じく大遺跡でできた棺は、王の棺と向かい合って安置されている。最後の審判の後、生き返った時に起き上がると、すぐ互いの顔が見られるようにというペドロ王の願いからである。 アフォンソ4世にすがりつきようと、ドンペドロへの恩赦を恋願うイネス・デカストロと子供たち。1335年、エウジェニー・セルビエール作ポルトガルの文芸会に、イネス・デカストロの姿を永遠に止める作品が複数、あり、ルイス・デカモン一作、ザ・ルナデスもその一つである。スペイン語圏には、ヘロニモ・ベルムです。ニセラス・スティモザ、ニセロ・リアが、 リーナーデスペースデモリールあるいは1826年のジェンリス公爵夫人によるイーネス・デ・カストロがあり、フランスの劇作家アンリ・デ・モンテルランの作品ラレーヌ・モルテがある。スペイン語の小説イーネス・デ・カストロはマリア・ピラール・ケラルとデル・イエロが記し、ポルトガル語にも翻訳された。英語圏の演劇界を見るとアフラベーン作アグネス・デ・カストロ・オア ザ・フォース・オブ・ジェネラス・ラブのほか、キャサリン・トロッター・コックバーム作、アグネス・デカストロがあり、メアリー・ラッセル・ミト・フォードが記した戯曲は、アイネス・デカストロと題された。詩人、フェリシア・エマンズは1828年、雑誌、ザ・ニューマンスリー・マガジンに、イネス・デカストロの体感を投稿した。現代にも、エズラ・パウンドが関東渦にイネス・デカストロを繰り返し登場させ、 第三編に書出する。舞台芸術でも、オペラとバレエにはこの人物を中心に据えた二十丁の作品があり、十八世紀から十九世紀のオペラに次の作品がある。現代オペラにもこの人物の物語は影響を与えている。このほかポルトガル出身の作曲家、ペドロ・マセード・カマーチョは、イネス・デカストロに創創曲を捧げており、泣き殻が,がコインブラから、 アルコバッサ修道院に改装されて650年を迎えた2012年コインブラ大学に属する大聖堂で奉建された。イネスを失ったペドロが肉体の愛から精神の愛へと昇華させる姿を様々な要素から組み上げたのはクリストファー・ボクマンクリストファー・ボーチマンでリスボン青少年交響楽団と共にオペラ、コーポ、イーアルマを上演した。ありがとうございます。